サイゼリアさんに夕飯を食べにやってきました。なんで来たかっていうと、秋のグランドメニューがつい先日、発表されたというか出たんですね。ということで、この秋のグランドメニューの中から、食べたいものが出たので、それを食べに夕飯でやってきました。それではメニューを見ていきたいと思います。まず開くとこちらですね。サラダとスープとパンのコーナー、こちらに変更はないみたいですね。お次のページはこちらです。ありました、ニューって書いてますね。これですね、これ生ハムのハモンセラーノ、これがニューみたいですね。美味しそうな生ハムですね。さてこちらパスタのコーナー、こちらにもニューがありますよ。これ小エビのたらこソースのパスタ、これ美味しそうですね。そしてこちらがパルマ風スパゲッティとパルマ風のスパゲッティのチーズのせ、この辺も美味しそうですよね。で、人気のペペロンチーノはリニューアルになってますね。ニューじゃなくてリニューアルですね。さてお次のページはこちらです。ハンバーグのコーナーは、チョリソーとハンバーグの、グリルのソースがリニューアルしてますね。そしてラム肉のグリル、これがおニューになってますね。さてそんな中、食べたかったメニューとはこれなんですよ。これスープ入り塩味ボンゴレ、アサリたっぷり入ったこのアサリパスタがめちゃくちゃ美味しいんですよね。これ楽しみにしてました。このスープ入り塩味ボンゴレ、今年の2月ぐらいに食べたんですよ。その時の動画がこれなんですけど、これこちらの動画も、この動画の概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひ合わせてご覧ください。さて、サイゼリアさんの手書きのメニューに、食べたいメニューの品番を書いてスタッフさんに渡してやってきたのが、まず最初はこちらです。これモッツァレラトマトなんですよ。255円って、これもめちゃくちゃ安いですよね。でトマトの大きさはうずらの卵ぐらいかな。でそれよりもちょっと大きいのがチーズになってます。と300円以下のメニューをいろいろ食べた動画もアップしてるんで、この動画の概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。それではこのモッツァレラですね、結構な大きさですよね。あ、もうね、ほぐれるように柔らかいですよ。そしてちょっと若干スポンジみたいな雰囲気があって、じゅわっと美味しいチーズの肉汁というかチーズ汁が出てきて、とっても美味しいですね。緑の葉っぱはちょい苦でチーズに合いますね。その苦さがチーズと合います。なんだろう、このチーズコクがあってむぎゅっとしてジューシーで、とっても美味しいですね。さてお次にやってきたのはこちらです。もう定番のほうれん草のソテー、これ182円で、もうね、安すぎますよね。なんかほら、町でほうれん草を買ってきて茹でて味付けして、あとベーコンもちょっと入れてとかね、やって、でそれを食べたその後にフライパン洗ってお皿も洗ってってやってるんだったら、こっちの方が絶対安いですよね。これは本当安すぎますね。しかもとっても美味しいですからね。とにかくコスパが抜群のほうれん草のソテー、とっても美味しいのでおすすめです。お次にやってきたのがこの辛味チキン、これ273円で、これも安い。そしてこれがカリッとポテト、これも255円で安いんですよ。そんなとってもコスパ抜群のサイドを食べていると、やってきましたこれですよ。これが455円のスープ入り塩味ボンゴレ、これアサリのパスタですよ。家族も同じものを頼んでます。もうね、アサリが見るからにたっぷり入ってますよね。一体何個入ってるんですかね。後でその何個入ってるかを数えてみたいと思います。それではこのスープ入り塩味ボンゴレいただきます。もうね、熱々なんですよ。熱々のパスタがこの熱々のアサリの出汁、ビンビンなスープに浸ってて、これほら、この出汁がね、出汁とかスープ、これがめちゃくちゃ美味しいんですよ。そのスープを絡めながら、この熱々のいかにもこうチュルッとニュルッとした感じの見た目のパスタがめちゃくちゃ美味しいですよ。これほんとね、アサリの出汁感濃厚なんですよね。これね、しっかり絡めて食べるととっても美味しいですね。食感もニュルッとしてチュルッとしてアルデンテな感じになってます。一通り、かき回して、パスタに、アサリの出汁きたスープを絡めて、でこれですね、これこのアサリですよ。アサリがね、プリプリなんですよ。いや本当美味しい。食感プリプリでとっても美味しいですよ。まだ熱々ですね。これ一体アサリ何個入ってるんですかね。結構な数入ってますね。あとで、何個入ってたか、その数発表しますんでね。アサリを食べつつ、この熱々のアサリの出汁、ビンビンに染みた、パスタがめちゃくちゃ美味しいんですよ。これ455円って安すぎますよね。これだけアサリが入ってるパスタが455円はちょっと他ではないですよね。さて途中ほうれん草を食べつつ、また再び、アサリのパスタ、スープ入り塩味ボンゴレいただきますよ。まだね、熱々なんですよ。
さてここでアサリを殻から外してお皿にこんな感じで、殻が大量に積まれて、外したアサリはほらこんな感じパスタに乗っけましたよ。これで、ね、食べやすくなりましたね。これで再びわしわしかき混ぜてアサリの出汁ビンビンのスープを絡めていただきたいと思います。この出汁が本当美味しいんですよね。パスタにこれだけ合うってことは当然ご飯にも合うと思いますね。絶対合いますね。本当美味しいですね。これが455円はもうコスパが異常なことになってますね。多分他のお店でこれだけアサリが入ってて455円って多分ないんじゃないですかね。さすがサイゼリアさんですね。さてアサリを殻から外して食べやすくなってますね。そうスプーンですくってスープごとアサリですよ。これこのスープが美味しいしアサリもね食感プリップリなんですよ。うん、本当美味しいですよ。さてさっきこのスープがパスタにも合うけどご飯にも合うって言いましたよね。そのご飯にも合うっていうのを今から試したいと思います。これ残ったスープですね。アサリも3つ残しました。そしてこれが殻ですね。そしてこれが追加で頼んだこれですよ。ご飯ですよ。ご飯この137円のライスをこれですよ。このねアサリだしビンビンのこのスープに入れるんですよ。こんな感じね。うん、もうちょっと入れてで入れたらこれをほどなく味がまんべんなくお米に回るようにかき混ぜるんですね。もうねいい匂いがしてますよ。さてできました。これがアサリのだしビンビンのご飯締めのご飯です。それでは早速このアサリだしビンビンの締めのご飯いただきます。もうねいい香りがしてますよ。そしてこれねアサリの出汁ビンビンのご飯にはこれ胡椒が合うんですね。黒胡椒をパラッとやっていただきます。さてどんな味なのか、まあもう大体パスタで分かってますけどアサリの出汁美味しい出汁がご飯に染みてこれ半端じゃない美味しいですよ。これほんとこれ冗談抜きで美味しい。なんならレギュラーメニューに載せてもいいぐらい、締めにライスはいかがですかとかメニューに入れてもいいんじゃないかってぐらいこれほんと美味しいですよ。これはちょっと驚きましたね。さてこのめちゃくちゃ美味しい締めのアサリだししみしみご飯を食べつつ、何個アサリが入ったかというとこれです。22個アサリが入ってました。なんと、まあ、アサリたっぷりだなと思いましたけど22個もアサリが入ってたんですね。これは驚きですね。しかもその22個入ったアサリのこのパスタが455円ってこれもうサイゼリアさん安すぎですね。しかもだしビンビンでとっても美味しくて締めのご飯までめちゃくちゃ美味しいこの、スープ入り塩味ボンゴレとっても美味しいのでおすすめです。それでは、ご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。